ビレックスがすごくこうサポーターも地域もパートナー企業も本当に支えてもらってる企業だなっていうのは本当に2年間で強く感じて、そうで特にパートナー企業とのつながりとか距離感がすごく近くてあったかいなっていうのを感じたんで、じゃあなんかそういうパートナー企業のためにできることはないかなっていうふうに考えて、地方の企業ってそういう人材の確保とか採用のところに課題を抱えてるっていうかできるかなってなった時に、子どもたちにそういう企業あることを知ってほしい。まず新潟の子どもたちに、新潟に素敵な企業がいっぱいあって、素敵な人がいっぱい働いてて、将来的に新潟に人が残ったり減ったとしても新潟にまた帰ってきたいなって思ってもらえるような場所になれれば、まあ、それは結果的には企業だけじゃなくて新潟県の課題解決にもつながるかなと思ったんで。課題を持っている企業、スポンサー企業、パートナー企業でも、そうですね、パートナー企業でも、元々は結構、例えば、亀田製菓さんがハッピーターンを来場者に2万個配れますよとか、はい、まあ、小森さんみたいに完全に B2C の企業が多かったけど、2018年からリニューホームにも蓮華さんとか長福さん、いや B2B の企業が入ってくるぐらい、やっぱりその B2B 企業も非常に課題を感じていて、いやその中でやっぱりどこかって言っても採用のところ、子供が減ってるとかそういうとこと、あ、もちろんっていうもあるけど、一番は その企業知らないみたいなことが一番大きいところです。なんで、まあ、この昨今いわゆる売り手市場という、まあ、学生の数が少なくて、はい、逆に団塊の世代と言われる方が退職して、どの企業も人がめちゃくちゃ欲しい、はいはい、で学生の数が少ないからもともと難しいのに、さらにその中で B2B の企業は大変難しくなってるっていう、うん、じゃあ力になりそうですね。なんか職場体験みたいなことをいっぱいできればなって僕思ってたんですけど、じゃあそれだけだとちょっとあれですよね。いや、職場では微妙なところもあるんですよね。まあでも逆にそういうところに行っていろんな、いや、そういうところでやってるところ、やってるところもあるし、もあるから、そこは非常にやりやすいっちゃいますよ。でも全部をカバーしようと思うと多分いろんなやり方はあるから、まずは第一弾として、はいはいはい、まあ、そういうことをやっていくっていうことは、まあ、すごいありがたい、営業としてもありがたい、こういけそうっていうか、今日ですね、もともと浜谷工業さんって2017年からパートナーになってて、はい、僕が入社する1年前からなんですけど、まあ、採用のところ、はい、いや B2B の企業さん、やっぱり採用のところすごい課題に感じていて、まあ、その中でやっぱり、まあ、会社名を出したいなっていうのもあったんですけど、やっぱ企業名だけの認知を上げても、うん、最終的にその企業の認知って上がらなくて、どんなことを作ってるのかとか、どんなものをやってるのかっていう、事業内容の認知も合わせていかないと進んでいかないよねって中で、鎌ヶ谷さんと話して、工場訪問をまず村山さんも含め一緒に、矢野さんと早川選手2人で、はい、あ、2年前ぐらいですよね。そうです、はいはいはい、あれがクラブで初めての企業訪問なんです。あ、そうなんだ。でそしたらその時めちゃくちゃ喜んでくれて、でその後に、いや今度は子供を、うん、連れて、はいはいはい、やりたいと思う。そしたらやっぱどこかの学校単位でやった方がいいってことですね。学校単位でやるか、募集でやる、どっちがいいですかね。まあどっちでもって感じですかね。だからそのまあ基本的に多分募集は別にいつでも募集できると思う、はい、だからまあ基本線は小学校の方で調整するけど多分時間がかかると思うんで、はい、でも親子で例えば親子ツアー、そう、20組40名までいかなくてもいいから15組30名ぐらいにして、はい、なんでもまさにその鎌田さんがイメージしてるようなやつを鎌田さんがやりたい、うん、そうなんですね。そこそこパートナーって今全部いくつあるか分かる、ちっちゃくないです。いくつぐらいだったかな、まあ、全パートナー、亀田製菓からいろんな、でも100とか。あ、そうですね。でも新潟結構少ないので、それでも180ぐらい。ああ、180ぐらい。工場訪問とかやってもらっ
選手がいるから興味を持って見てくれたら、はいはいはい、こういう仕事をしてるところがこういう会社の名前なんだ、この会社の名前、この会社はこういうことしてたんだっていうのがこう、はいはい、イメージしやすいと企業のうちにつながっていく。いいっすね。ただ原因としてやりたいことは180個、ね、みんなに覚えてくださいってことはもちろん無理なんだけど、はい、まあ大体こんなパートナーがいて、はい、ここはこういうような気持ちでやってるんですよっていうのを、うん、まあ、こう何社かピックアップして伝えたいと、はい、で何をこう思ってほしいかっていうと、まあ、その企業が何をやってるか何をやってるかっていうことをこう全部こう覚えてほしいっていうことじゃなくって、うん、こういう気持ちで応援してくれてるチームがこんなにあるんだ、はい、パートナー企業ってすげえ大切じゃんってこう思ってほしいっていうことを、まあ、俺が選手だった頃には、まあ、そこまでひもづかなかったから、営業になって一番思ったのはやっぱそこだから、それをこう俺としても選手に伝えていきたいから、うん、でも今の話を聞くだけでも全然違いますもんね。こういう会社があるんだっていう、そうですね。とりあえず第1回はそれ12月中にできればやって、まあ、続けて継続してなんかやりたいな、選手巻き込みながら。